テクニックとかそんなんじゃなしにパッと撮ってるような写真に見えるけど、この前後がなんかその写真一枚で見えてくるとかね、物語を感じさせるような一枚の写真って素敵やなと思いますけどね。その画面には映らないパッションみたいなのちゃいます？もうそこですよ。でも奈美さんわかる？もうそこ違う？こんなんちゃいますよ。嘘？絶対違う。鉄道模型屋さんがありますよ、ここに。てっちゃんなんですか？てっちゃんですわ。写真に入ったのはどういうきっかけですか？ね、鉄道が好きやって、はい、うんうん、ブルートレインとかね、昔あったんですよ、うんうん、はあはあ、アンナが好きやって、うんうん、それを撮り鉄ですね、今でいう、あ、はあはあ、この撮りに行ったりして、うんうん、そこから写真が好きになってあ、これ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 、ね、何売るってなって、はい、まあ服、もともとアパレルやったんで服好きやったんで、もう自分の好きな服を、まあ、適当にフリマ感覚で置いてたんですよ。浴衣とあれですよおかんの趣味の服っていう、はい、でそれで、まあ、ヒョウ柄好きなんでヒョウ柄もちらほら置いてたんですよ。このお客さんがなんかあの観光客の人が地方から来た人が、うわこれ大阪のおばちゃんの服やみたいな反応してんの僕見て、どっちがいいかな。上がどれかによって多分変わってくると思うんですけど、うんうんうん、全身表で、あ、ほなこっちの方がいいのかもしれんな。まあ、全身表で一回撮りたいなというあの田上さんと打ち合わせしてまして、OK でもらいましょうか。単純にヒョウ柄が大好きなだけなんですけどね。好きに理由はないと思います。だいたい1年のうちヒョウ柄見てる日は、あれ300日ぐらいですかね。やっぱり一番ベースメイクを大事にして、次は眉毛の形でかなり変わってくるんで、表情とかも変わりますし、あとただメイクするだけが仕事ではないので、メイクする対象の方、モデルさんとかタレントさんとかのモチベーションをどれだけ上げてあげるか。元気してました？しました元気もちろんね、技術があるのはプロとして、ある一定以上あるのはもう当たり前の話なんで、別に自分の人間がすごいできてるとは思わないんですけども、やっぱり大事になってくるのは人間力、人柄だと思います。最初ね、最初こっち狙っとるけど、この窓がどうもちょっとイメージが弱いなということで、はい、でこの下とこの下もちょっとあのね、マテリアルが結構薄い。そうですよね。おお、すごいめちゃくちゃいい。ちょっとジレスさん、ピアス持ってきて、それをちょっと
あ、これ来たっすね。いい感じ。あ、かっこいいな。何わかる？一切ないよ。うん、でかいね。まあ、その職能を生かして人を魅了できるっていうのが、まあ、本当にその最高峰の能力だと思うんですけども、やっぱり自分自身も魅了されて目指したいところ、やっぱりその頂点の、はい、ところを服でやるなら目指したいなと思って、まあそういうデザイナーの方々が集まるのが本当にモード業界。わかるわかる。練り消し使います。そうなんです、練り消し久しぶりに来たキーワードです、うん、すごい、ほんまや、すごい、ね、あ、まだあ、その、そんなんや、そうそうそう、あわかった、ガリーナ、うん、任しとき。レディーゴー。これっすわ、うん、これめっちゃいい、いいの、さっきからやっぱ来てるっすね、来てる来てるっす、来てるっす、降りてきたんじゃないですか、降りてきてますね、今笑ってるのがいいな。